二番線プラットフォーム改札口、自動券売機関公案内カウンター駅構内に設置されている改札を記載した標識東部、日光駅は栃木県日光市松原町にある東武鉄道日光線の駅、同線の終点である。駅番号は TN25、東端式ホーム35線を有する地上駅。 山小屋をイメージした三角屋根の駅舎が特徴となっている。駅舎とホームの間には段差があり、階段及びスロープにより連絡している。自動改札機設置駅。発車メロディはクリスタルクリアーリバーを使用している。標高は543メートルである。東武日光駅管区として、東武日光線貸線上駅北と絹川線前駅を 統括管理し、東部日光駅として植え、今市駅を管理している。東駅構内で弁当が販売されている。売店は改札内にはない。改札内にはトイレ設備がないが、発着する多くの列車にトイレが設置されており、停車時間も長いので代用ができる。外国人観光客の利用が増えているため、 英語でも対応できる観光案内カウンターを2017年3月24日に開設。同年4月1日には預かった手荷物を近隣宿泊先へ送るサービスも始めた。2019年度の1日平均乗降人員は3104人である。2011年度は東日本大震災の影響で乗降客数が大幅に減少したが2012年度は 震災以前の水準に回復した。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は以下の通りである。駅周辺の神社、寺、観光名所については日光市観光を参照。東駅と JR の日光駅が日光市街の東端にあり、西へ進む道が日光山内へ続く。バス乗車券を発売する東部日光駅。 ツーリストセンター世界遺産巡り循環バス渡り駅は、中禅寺湖、奥、日光、霧降高原方面の各路線バスとの結節点であり、東京方面などから東部線で来た多くの観光客が列車からバスへ乗り換えるため数年で賑わっている。当駅発着のバス系統は、JR 日光駅を始発、終着とするが、全便ではなく、当駅始発、 終着の便も存在する。ただし JR 日光駅までは歩いてすぐの距離である。バス乗車券は駅舎内の東部日光駅ツーリストセンターで発売している。運賃はバス車内でも生産できるが世界遺産巡り手形や各種フリーパスは車内発売をしないため当初のみの発売となる。ありがとうございます。